皆さんおはようございます。マキオです。今日はあとオースティンからお送りしております。今日来た場所を紹介していきたいと思います。ご覧ください。じゃーん、カシドラオブジャンク、ゴミの教会という名前の場所になっています。お一人のヴィンスさんという方が何十年もかけてお一人でこのゴミを作ってこんな形のものにしたそうです。教会という名前がついていますが、それは後付けで特にここで何かお祈りがあるとかそういうわけではなく、形が教会のような感じになっているのでそのように呼ばれています。それでは中に入ってみましょう。ほら、なんかちょっとジブリっぽくない？ここはちゃんとピンクのものを集めてる。崩れないのが不思議だね。怖いけど。行ってみます。ふう、斜めってたりする。 Do not enter。来ました頂上。揺れる。はい、虫が多いので虫除けスプレーを片手に。下にハサミとか鍵とかなんかいろいろ埋まってる。ここベンスさんは何度も作っては壊して作っては何度も作っては壊して作っては壊して作っては壊してを繰り返してやっとこんな形になったそうです。オースティンにはスローガンがあって Keep Austin Weird って言って、 Weird って変とかなんかおかしいっていう意味ですけれども、おかしく居続けよう、変で居続けようみたいな、そんなスローガンがオースティンにはあります。で、本当にそのベンスさんはそのオースティンのスローガンそのものという感じで、なんかこんな感じでちょっとクレイジーでいようぜみたいな気持ちでずっとやり続けているそうです。ベンスさんはもともとスカルプチャーアーティスト、1988年頃からカシドラオブジャンクを建て始めました。カシドラオブジャンクの名付け親はヴィンスさんのお母様だそうです。ガラクタ協会が大きくなっていくとともにマスコミにも注目されるようになりました。ここはプライベートの敷地となるため、事前にヴィンスさんに直接電話予約をする必要があります。ウェブサイトなどはありません。入場料金はありませんがドネーションとなります。すべてガラクタゴミなんですけれども、なんかこうやって立てるとなんかゴミには見えないような感じで、すごく不思議な空間です。なんかジブリの世界に紛れ込んだようなそんな感じですよね。でさっきヴィンスさんとお話を伺ったところ、 NHK もなんと取材に来ているそうですし、日本人の方もここで結婚式を挙げられた方がいらっしゃるとのことでした。で私たちも先ほどもう壊れてしまってバリバリに液晶画面が破れた iPad が1個ありまして、もう捨てるものだったんですけれども、それをたまたま持っていたのでヴィンスさんに寄付させていただきました。もしかしたらここのどっかに私たちが寄付した iPad があるかもしれません。探してみてください。イクスズミダラスではアメリカダラス生活に関する情報を発信しています。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はこちらチャンネル登録をお願いします。カシドラオブジャンクすごいと思った方は高評価いいねボタンいただけると嬉しいです。インスタグラムもやっているのでフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。